年末年始の県六園と金沢城公園の入園者数はいずれも昨年度を下回ったことが分かりました天候などが影響したとみられています金沢城県六園管理事務所によりますと先月31日から今月3日にかけての入園者数は県六園は4万3900人となり昨年度の4万8000人と比べて4100人減少し 率にして8%余り少なくなりました過去10年の平均と比べると80%ほどの水準です一方、金沢城公園も年末年始の入園者数が28,650人となり昨年度の36,780人と比べて8,130人減少し率にして22%余り少なくなりました 今年度は行動制限のない年末年始となりましたが入園者数が昨年度よりも減った要因について金沢城兼六園管理事務所は天候が影響したと見ています。